俺はやらないね。じゃあ俺だったらやらない。じゃあ俺結構さ、はぐらかしてたろ。いや俺顔も見たくないんだけど、デオちゃんの周りもみんな本当にすんのみたいなテンションだ。そうね、どうせやんないだろうとは思って。俺もしないと思うんですよ。あ、そう、うん、いや、それ、俺するよ。そう、できるんだ。なんか持ってるけど、もうなんかもはい、ウーバーイーツです。ウーバーイーツ嫌いだわ。ウーバーイーツですか。ウーバーイーツです。こっから取れ高取ろうとしてる。現実世界ではこいつに会わないようにしてたの。現実世界に。マスオ、君も落ち着けてたよ。いや、マジで。これじゃん。かさー、なんですか。昨日私は夢を見たんですよ、皆さん。それがどんな夢かというと、僕が侍だったんですよね。一回撮り直そう。何よ、何よ。まあね、まあ、ちょっと前ですけど、登録者対決したじゃないですか。めっちゃ前に。ここから競争しよう。50万どっちが先に行くかやる。デモちゃんが負けたら黒電話、うん、OK、うん、じゃあ俺が負けたら、リクが負けたら、うん、ポーチできますか。ポーチ、うん、結構前か。まあ1年半。誰も覚えてない。みんな覚えてない。じゃあ覚えてないの。いや、リオンのみんなは覚えてる。だからどっちが先に50万人に行くかみたいなね、対決してて。よかった、そんなこと。負けた方が坊主っていう人、今回ね。三刀流。めっちゃ良かったんだよね。ささっと行きましたよね。まあ、リンから言ってもらって、私からじゃなくてリンから。俺から言ったっけ。まあ、リンから、リンは坊主は俺からじゃない。うん、あのこの、あの勝負をリンが、あの私に勝負はしたけど、坊主は、うん、坊主は。それで正直、絶対私が負けるんだろうと思っていました。まあ、うん、ああ、私絶対勝ちだと思っていました。あおり？あおり？そう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 。でもなんで100万いかないですか？あおり？それは。あ、すごいね。あおってる？あおってるよ、それは。敗者を。でも、あおってるってどういうことだよ。舌蹴り。舌蹴り？舌蹴り。お前がエイペックスよくやってるやつ。多分確かに今日暗いね、ちょっと。あ、これ皆さんちゃんと見てほしい、うん、確かに暗ってる今。めっちゃ暗い。目の下暗っ。暗っ。それ元からだから。だから現実世界で泣いたくない。わかるでしょ。暗ってます、ちゃんと。いやでも、いるんだった今よ。やりたくね。いやもうやるけど、もしだから D 君が土下座して、うん、ヨコさんの靴とか舐めたら許してくれる。やんねやんねん。いやー、それはもし悔しいんだよ。悔しいのが一回考えてみろ。悔しいのがこいつがもし負けてたら、こいつは絶対やらない人だって。私は絶対やらないです。私はどうしてもできる、絶対。でもさ、俺で男でしょ。帰ってくるタイミングにさ、ボスの剣どうする。その時、負けたの。あ、どういうことって、なんで50万人の記念動画が同時にやってるのって。しかもよそのチャンネル。おまかさん。どういうことだけど。わあ。最近幼児メルカリやってるよな。売ったらこれエロ。これ売れると思うよ、リクのです。リクの髪の毛っつって、うん、多分これ。じゃあ俺、そうなってくるよ、俺マジで真心込めてちゃんと筆作るよ。いやでもこの頃まとめて、うん、まとめて。チュンさん、まずお疲れ様です。正直、感動しました。本当に私だったら絶対やらなかった。やらないじゃない俺。マジでできる。マジでできる。じゃあこれさ、影に考えなんだって。ちょ、どういうことですか、穴開いてる。俺、穴開いてない。開いてない。マジで。あとシャミ取ったらいいよ。いや全然わかんないですよ。本当か。あ、めっちゃ嬉しいよ。だったらめっちゃ嬉しいよ。ヘディングうまそう。はい。おー。
かでもやっぱ気持ちいい。でも最初からちょっと受け入れてた、若干。いや受け入れてはなかったけどよかった思った。ごめんね、なんかデボちゃんなんか嫌がるくだりとじゃなくて、バーみたいなさ、ねえ、ねえ、楽しかったです。目に一人ではしゃがしちゃって、ごめんね。なんかでもなんかやっぱラップできる、ね、そうそうラップできるラップもそう気がする。ちょっとゴツめのネックレスつけようぜ今度。ノリがやってちょっとヒップホップだもんね今。罰ゲームっていうか何なんですかね。イメチェンだよ。イメチェン、ただのイメチェン、ただのイメチェン、うん、あーめちゃくちゃ楽しかった。私の金に乗りだわ、マジ違和感だわ。いやてかさ、もうお前らもこっちの世界来いよ、こっち側に来いって。いやでもね、マジでJこれいけるって。なんか俺ちょっとこれ見て揺らいだわ。まさかすぎたでしょ。まさかすぎた。俺ロンゲにしようって逆言ってたんだ。全く逆言ってたんだけど。分かった俺、この世にゲっていらねえ。その景色にたどり着いた。悔しいななんか。見てもらいたい、この景色。見えてる景色が全然違う。楽しないと眠ってる。悔しい。なんかでも、でも似合ってて悔しい。なんかでも、セクシー。今、うっせぇの。すっごいね。お前全部試してくんなよ。でもなんか馴染んでるよ、めちゃめちゃ。ウキウキするもん。俺なんかテンション上がっちゃったもん。かっこよっ。なんか、こうなってくると、こう見ちゃう。毛がある人に対して。上からなんか申し訳ない。あ、上から。まだあるんだって。毛がある人に対して。まあ、この機会だからさ、まだ毛がある二人にさ、うん、ちょっとおすすめの商品があるんだけど、いい？商品？うん、商品？え？おすすめの商品ですか？急に？今しかないのよ、そんな。今しかないかもしれない。そんな二人に紹介したい商品、こちら。ででん。ユーライクさんの、エアー3IPL 光美容器でございます。えい！あ、これ案件ですか？待って、ちょ待って。ちょ待って、ちょ待って。なんか案件がすごいのよ。これね、家庭用の光美容器なんで。ちょ待って。何これ？案件これ。私案件好き。って言い方俺あんま好きじゃないんだけど、もともと、まあ僕、ユーライクさんとはすごい、仲良くさせてもらってて、毛をなくしていこうっていう志が合致したんで、まあ、お力添えっていう言い方をしてますけど、僕は急すぎ、ご提供っていう。急すぎない。私、こういうの好き。ことで、もうすぐ夏も近いわけですよ。で、このね、ユーレクさんのエアー3。前作のエアープロからエアー3。さらに進化して、最大出力、21ジュール。ジュール。何その、プロなんですか？その単位。ジュールって単位わかんない？わかんないわかんない。初めて聞いた。こっちわかんない。どつむの人が足んない二人わかんないか。知ってたんだ。知らないっしょ。ジュール知ってたんだ。これ光業界は結構。出力はもう最大出力で、しかも、ユーライクさんならではのサファイア冷却機能がちゃんと今回もついてる。嬉しい。二人ともちょっと、スッてそんな商品紹介いかないで。何が？いやいや、急じゃん。坊主の動画からの。で、これありきだから。こういうの好き。あ、これありきなの？みんなのほうは。まあまあそこはたまたまだとして、改めてすごくいいタイミングだなと思った。はいはいはい。使ったことある？こういう。あ、使った光美容器。あるよ、あるよ。痛いでしょ、やっぱりちょっと。あのね、やっぱりね、最初は頑張るんだけど、痛いのはちょっと、やっぱめんどくさくなってきちゃう。そんな中に。これね、サファイア冷却機能がついてるから、パチパチって照射するでしょ。その照射のタイミングに一回冷やしてくれ。めっちゃ冷たいの。先に冷やすんだ。先に冷やして。でも大体脱毛器痛くないって書いてあるけど痛いよ。そうなの。私ショック言ってる時めっちゃ痛かった。痛いよな。あ、痛いというか穴があっちい。クリニックな。はいはい。クリニックはもう痛いもん。こんなちっちゃいの初めて見た。どういうあれなのかわかんないけど、もうサイファーポンパーチェンバーみたいなのがあって。サイファーポンパーチェンバー、すごいギャグ。それサイファーポンパーペッパー、そういう、ね、ギャグみたいなやつ。そうです。使い方もすごい簡単で。あ、気になります。なんだなんだですか。なんですか。スイッチ入れるじゃんか。レベルが3段階あります。3段階。
まあ俺はもう最初から3で言ってたかな。気になるところに当てていきます。はいはいはい。 まず俺がやるね。はい。ちなみにこのグラサンなんだけど、これユーライツのセットでついてる。あ、これセットなんだ。ちょっとおおおおファッションだと思った。これマジだなと思ってたんだ。これプライベートでも愛用してるんだよ。プライベートは無理でしょ、それファッション。まあまあそれいいんだけど、完全に全盛期のエグザイルアツシ。ファッションただ会いたくてね。ただ会いたくてね。こうしかもモードが2段階あって、まあ、ノーマルだったらこれボタンを押しながらこう。おお。まあ痛そう。あ、熱くない？痛そうだな、それ熱くない？うん、熱くない。嘘だ。まずひんやりしてて痛いよ、絶対それ。あ、そのちょっと目をね、うん、で、もう一つが長押しすることによって AI 照射モード。はいはいはい。あ、押さなくて自動でですか？そう、自動で感知して自動判別、勝手にやってくるんですよ。押してない？あ、本当押してない。俺も小さいな、お前。こんな感じで。あ、そう。めちゃくちゃ簡単。全然使ってみてよ。あ、本当ですか？全然使ってみて。脱毛するときにもう一つさ、嫌なのがさ、通ったりとかするめんどくさくなるでしょ。うん。初週で週3、うん、次の週2回、次の週1回で、もう計6回ぐらいで効果を感じられる。めっちゃ少ないよ。効果がすぐ感じられるから続けられる。しかも80万回照射できるから。おお。80万はもう家族でも使えるし。本当だ。自分が使ったらと全然活用だから。使い切れんやん。うん。80万回と。折って。あ、痛くない。ええー。あ、本当に嘘だよ。俺嘘だよ。これはね、やってみないと分かんない。やってみないと分かんない。本当に痛いよ、正直だよ。本当に。これ。冷たいでしょ。ちょっと。全然痛く、え、これ最大？これ最大？ Bless you。 ひんやり冷たいでしょ。え、先に冷たい。先に冷たいのに。シュッシュッ。一回さ、顔いってみて。顔は痛いね。ひげ痛い、顔痛い。ひげ痛い。そう、顔痛いんですよ、普通。顔が痛いからやっぱ続かないのよ、これ。行けてみて。でもな、行くよ。え？待って待って。全然痛くないんだけど、これ。来いとこ行く。冷たさが勝つでしょ。超リンマル、これ。ごめん。そう。エアコンのリモコンやん、こんなんて小ささ。そうよ。それコンパクトだし、だいたいでかいんだよ。ちょ、邪魔にならないから。こんなんやん。なんか前作より、すごい、形がスタイリッシュ。あ、やばい、俺いつの間にかこっち側だ、もう。良さに気づいちゃったかもしれん。まあ、っていう感じで、はい、もう本当におすすめの商品なんで、これぜひ、2人もそうだし、気になる方は、キャンペーンやってますね、概要欄から。ぜひチェックしてみてください。チェックお願いします、概要欄。キャンペーンなんかお得なんですかね、なんかね。まあ見てもらおうか、じゃあ。